YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村一志です。えー、早速ですね、6日の土曜日、月曜日の真相にですね、40連チャンした仮面ライダーフルスロットル闇のバトルで、えー、またまたおスイッチですね、えー、15連チャンで1万9000発出しました。えー、この台どういう台だったかというと、夜8時に行ってですね、もう、えー、41回出てるってことで、もう座ってなかったんですね。 もうこれ以上出ないだろうと、まあ、こう思っちゃう人は他のホールで50回以上出てるライダーを見てない方じゃないかという、もうライダーはですね本当に出る店では80回まで出る台ですから、あのとりあえず夜行ったら、もう出てる台が仮にまあ100回転以内でやめてたんですが、座って1000円、102回転で、えー、これ、ショッカー軍が走る、まあ、 ライダーチャンスという三択リーチですね。これ三択リーチもあの、選ぶ三択である程度信頼度も分かってきますし、あまあ見かけだけ派手ですけど当たらないこと当たらないね。一応、ショッカー軍が横切ったっていうところで信頼度若干高めになってですね。これが実は7点配して80.4という、まあ赤のメーターでまで敵が一番弱そうな闇のライダーマンになったところで、まあ 楽勝という感じですね。まあ、こういう感じで初当たりを取れるとですね、やっぱ思ったように連チャンしてくれます。えー、6回まで大当たりを伸ばしてですね、1万9千発。まあ、表示はもう2万2千発になってるんですが、まあ、いかんさ、あの、僕の打ち方がですね、連チャンを狙って、えー、途中でですね、あのー、まあ、チャージのところに、球を常に、 保留し補充しながら、まあ、4保留をちゃんと守りながらの、えー、抽選をさせるという打ち方をしているので、若干無駄玉が多いのかなという気がしますが、まあ、それでも1万9000発出ればもう十分です、えー、ぜひこの動画、えー、本日公開してますんで、えー、YouTube の方のドンキ動画でご覧ください。